メスグロヒョウモンは、蝶メとテハ長か、独カ、赤ヒョウモン蝶族に分類される蝶の一種。和名通りメスが黒っぽく、雌雄で極端に体色が異なる。分類上は一種のみで、メスグロヒョウモン族ダモラに分類される。金縁の緑ヒョ族モンアージニスに組み込まれていたことがあり、その場合の学名アージニスサガナは、シノニムとなる。 成虫の前肢腸は35から45ミリメートルほど。和名通りメスの体は黒く、光沢のある青緑色を帯。びる。前肢の前端に白帯。前肢の中央部に横長の白色紋が二つ。後肢の中央部に白の縦帯がある。羽の裏側は表側より白っぽい。黄色の地に黒い斑点が散らばる。表門鳥類の中では特徴的な体色で。 表門鳥というより、大一文字などの一文字鳥類に近い体色である。メスには類似種が少なく判別しやすい。一方、オスは黄色地に黒い反転の典型的な氷紋鳥類の体色をしている。前肢には3本の黒い横縞があるが、これは大型表門鳥類のオスに見られる発酵鱗状である。甲子表則の付け根には細い黒線。 甲子裏側の中央には稲妻状の白い縦帯がある。この体色は、裏銀筋表紋や大裏銀筋表紋緑表紋によく似るが、表側の全子全端や、甲子付け根部分に大きな黒縁がなく、全体的に黄色部分が多い点で区別できる。オスとメスの体色がまるで別種のように異なり、鳥類の中でも極端な性的不なりを持つ。 中央アジア東部から中国、アムール地方、朝鮮半島、日本まで分布する。日本では北海道、本州、四国、九州に分布し、南限は薩摩半島、大隅半島だが、薬島までとする文献もある。分布域の中で、いくつかの亜種に分かれており、このうち日本に分布するのは亜種、D.S. リアンとされる。日本産標門鳥類の中では、 分布が広い方だが、生息地は各地に散在しており、どこにでも生息するわけではない。環境の変化などで見られなくなっている地域もあり、レッドリストの絶滅危惧種に指定している都道府県がある。成虫は年1回だけ、6月から10月に発生する。ただし夏の暑い時期は一時的に活動を停止し、仮眠するので、飛び回る姿が見られるのは主に初夏と秋である。 冬は卵、または弱霊幼虫で越冬する。成虫は平地や丘陵地の森林周辺部に生息し、つまぐろ表門に比べると湿った日陰の多い環境で見られる。飛ぶ速度はあまり速くなく各種の花に訪れて蜜を吸う。幼虫は野生のスミレ類を食草とする。修霊幼虫は藍色の地に気褐色の突起がたくさん生いた毛虫である。 ありがとうございます。